こんにちは、平さんです。日本のスティービーワンダーと申しますか、なんかこういう見つけましたんで、キーボードと向かってね、なんかいい感じでこういうね、アングルで私のキーボード陣をバックに、今日は日本のソングライター米津玄師さんのね、あれ何でしたっけ、馬と鹿ですか、これをちょっと演奏してみたいと思います。バックはあのガレージバンドで作ってみました。 TBS 系ですかね、ラグビーのね、なんとかノーサイドだかなんとかっていう番組の主題歌テーマソングだと思いますけど、ちょっとなんか逆光ですねこれね。一応カーテンは閉めたんですけどね、跳ねてますね。ちょっと待ってください。やっぱりこういう感じだから逆光を防ぐためにこういう感じで、この前あの皆さんにはこれだとちょっとねはげてますからねまあお手本が広いという感じなんですけども、いろいろパソコンで行って実際に演奏して動画を配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。グッドラック。